荻野リプスコムと申します。私はですね、えー、旅をしてまして、あのそうですね。荻野リプスコムというよりもですね。私のそのあの漫談名はリプスコム荻野リプスコムと申します。で、私はですね。旅をしてまして、宇宙を旅してたんですね。<laughs> で、まあ、あのずっと旅してましてで、宇宙のその。 惑星形態がですねねと出ててきまし、ね、1234512個,12個13個いや26個バーッと惑星が出てきたんですよ。でもう惑星がバーッと出てくるもんでですね私の頭の中からバ惑星がボーンと出てきましてねで、その惑星がバーッと動きましてねあの、惑星位置にブッと戻ったんですよ。でそうやけどずーっと考えてたらですねここに惑星がバーッと出てきてですね よーっけ惑星が出てくるわけなんですよこの頭のてっぺんからですねでその惑星にですねそのイコーンもいましてそのスイッチをポチッと押しましたらね惑星がふわっと動きましてねで私はですねあの最果ての星までずっと行ったんですよ。で行ってですね最果ての星でですねあの自転をちょっとバーッと調べてましてねでその時点にちょっと書いてある通りにですねあの 基地,局基地を建てましてねわーっと最初の星にの建築物やらいっぱい建った,建ったんですよ。で私はですね考えてましてねあのふと思ったんですけど不思議なことでですねあの旅をしてたらですねあの宇宙人に会うんですねその宇宙人がですねこんくらいの宇宙人からですねこんくらいの宇宙人とかまあ、いろいろおるんですよこんくらいとかこんくらいとか。 でまあ、その宇宙人に対してですね「フェイシーズ・フォー・スイシーズ・オーダー・ド・ヴシー」と喋りましたらね宇宙人がですね「ハダ・バズ・ブズ・ブルティ・パズ・ザ・プツ・プツ」と喋ってきましてねでその宇宙人とちょっと話してたんですで生地とかの建築物をわーっと建てるんですけどもまあ惑星なんでねあのなんか変わった形の建築物やらいっぱいなんか変わった新しい建築物がわーっと作りましてねで不思議な感じだったんですよ。 でですね私はですねその宇宙のその端から端まで行ってですねずっと見て回ったんですねだいたい惑星は丸なんですけどたまにはですねちょっと違った形の惑星ないんかなと思いましてわって言ったらですねほとんど丸い惑星なんですよで私はですねその丸い惑星を見ながらですねうーんと考えてましてねでねマン漫画にですねちょっと四角い惑星を描いてみて 置いたんですね。それが結晶体なんですけども、まあ、それであの不思議な感じやったんですけども、まあ、惑星のその惑星研究家としての,あの私としましてはその惑星のことに関してずっと研究しているわけなんですよ。 で惑星にその建築物を置いたらですね景観がどうなるかとかまあ不思議な感じの,あの景,景観っていうのは景色のことですね景色がどうなるかと思って考えてたんですけどもその惑星のそのずっと行った先にですねで私はですねその惑星の基地がいっぱい立ちましてね惑星そのいろんな惑星のところにですねでまあその惑星からまあ宇宙人が出てきたりとかしてるんですけどね。 で、でに乗ってですね、その宇宙人がですねわわっと降りてきましてねでわざわざぼすぼざわざぼすぼわっと出てきましてねで私はですね不思議に思ったんですね。